練習場でもしパターを転がすときは距離感が分かりません、苦手ですっていう方はこういう練習をしてあげる。戻ってるんですか。ほら、あのマーベルを使ってるんですか。え、特殊ねえすか、1ダース。あ、1ダース。ラウンドだって今日で3回目くらいですか。でも、この間で6個くらいになりました。初ラウンドはいくつくらいなんですか。そう、136って言ってました。あのコンペですか。いや、すごいですね。頑張りましたね。マグロですよね。マグロではないと思うんですけど。ドライバー当たんなかった。ドライバーはね、当たんないですよ、やっぱり。しばらく10年ぐらいかかると思った方がいいですね。はい。いや、嘘ですけど、コントロール、本当にコントロールできるまではそのくらいかかりますよ。まあでも、正しい練習を重ねていけば当たるようになります。頑張ります。頑張りましょう。初めてパターを転がした時のこと覚えてますか。覚えてます。もともとでもね、運動センスあるんで、距離感的なものはあると思うんですよ。朝パターの練習するときに、こういう広いグリーンがあれば、あのその日のやっぱりスピードね、まずどれくらいの強さで打ったらどれくらい転がるのかっていうのを確かめた方がいいね。これはだからコースによって違うわけですよ。この芝、そう、芝の、まあ、長さとか硬さによって、自分がいつも例えば5メートルで打ってるこの感覚があるとして、でもそれはゴルフ場によっては10メートルいっちゃう時もあれば3メートルしかいかない時もあるので、一つの自分の中で例えば 10m ってこれくらいかな、 5m ってこれくらいかなっていう、できれば練習の中で基準を設けておくといい、はい、それは例えば足の幅の中、スタンスの幅の中で1、2、1、2って一定のリズムをしっかりそれで打てるようにして、例えばこの足の外側にテイクバックして、だいたい左右対称にこうやって振るとするじゃないですか、はい、感じで、はい、そしたら大体どれくらい転がってるのかなっていうのを見てあげるわけですよ。基準として今自分の右足の前くらいから左右対称で振ってこの辺まで行きました。もちろん平らなところでやったんですけど、はい、でそこでなんとなく自分でこう歩数を測ってみます。そうすると、はい、今ね大体8歩くらいだったんですよ、はい、だから今日の自分の一番なんとなく振りやすい振り幅みたいな感じで振った時に、大体今7、8歩いくなみたいな一つの基準ができるわけですよ、はい、そうすると今8歩くらいっていうとあの辺なんで、はい、もちろん傾斜によってこれはまた弾き出す数字を変えなきゃいけないんだけど、はい、平らだとして今と同じね感じ7、8歩くらいの距離感で打ちます。大体の距離感合ってきますよね、はい、大体の距離感がすごい。だから一つの距離感っていう、あの距離を合わせる方法として何か自分の中で目安を設けるといいし、はい、もちろんこれやらずに自分の感覚だけで打てるっていう人もいるんですけど、だからその感覚が分かんないっていう人は朝ゴルフ場でちょっと自分の振りやすい、まず振り幅をしっかり認識して、でそれが平らなところでまあ大体何歩分くらい転がるのか、すげえわかりますよ、知っておくといい、はい、だから例えばグリーンオンしてオンしました、はい、で時間があったり余裕があれば補足って言って測ってあげる、あカップまでの距離を自分のところから人のラインを踏まないようにこう
自分で測ってあげて、まあ、大体13歩くらい、今さっき自分で測った基準っていうのが大体7、8歩くらいっていうね、自分でこう振りやすい幅で振った時にこれ7、8歩くらいでしたみたいな、はい、だからそれよりも強くっていうことは分かるわけじゃないですか、はい、基準より強くっていう、まあ、そうすると方法としてはテンポを変えるか、はい、スイングテンポね、1、2、1、2って打てたのをちょっと1、2、1、2って速くするか、もしくはテンポを変えず振り幅を変えてあげる、さっき足の前くらいだったのを足の外側くらいまでのテイクバックにしてあげて、リズムはまあ自分の振りやすいようになんとなく一緒でっていう風に自分の基準をこう元にちょっと強くっていう基準が設けられれば、まあ近くにはやっぱり行くことはなんかこうわけわかんないパッドにはならないよねっていう、あちょっとそれが一番大事ですね。大事、やっぱり初心者の方ほど遠くに乗ることが多いんで、はい、ロングパッドを打つ機会も多いわけですよ。だから練習場でもしパターを転がすときは距離感が分かりません、苦手ですっていう方はこういう練習をしてあげるといいし、別にこんなのやんなくても寄せられるよっていう人もいるから、それはそれ、そうですね、自分のフィーリングだけでやるっていうのもすごい大事なこと、はい、それちょボールアイアンマンです。これねやっぱりね、いいボールとスパイダーマンなくなっちゃったんですね。あスパイダーマンね、まあ悪いって言ったら必要だけど、安いボールとちょっといいボール、まあ安いって言ってもいいボールあるんですけど、はい、このやっぱり硬さ、カバーの硬さとか、はい、まあ中身の芯の硬さ、柔らかさが違うわけですよ、はい、こういうね弾きが違う、はい、ベースの弾きが、だから同じ距離感で打っても、はい、これボールによっても全然違うっていうのは知っといた方がいいです。全然違う、正直言うとあんまり安すぎるやつは使わない方がいい、あんまりね本当に安すぎるやつはおすすめではない。同じ距離感ちょっと打ってみましょう。同じかどうかっていうのは正確には分かんないけど、やっぱり打感が違う分、もしかしたら今ショートしたのはボールのせいかもしれない、はい、いいボールほど転がりは良くなる。飛びも違うんですか、ドライバー。飛びも違います。あただそれは高いボールだからといって飛ぶわけではない、スピン量っていうね、はい、回転量によって正しい適正なボールを決めなきゃいけないから、スピン量、自分のスピン量、そうドライバーで打った時に何千回転かかってる、それが多い人は少なくなるようなボールにしなきゃいけないし、スピン量が少ない人は逆にスピンが多くなるようなボールを使わないといけないから、適正なゾーンっていうのがあるんですよ、スピン量。へーすごいですね。それもどんどんやっていくうちに、あこのボールが合うかもとか、このボールを使いたいとか、いろいろまあ自分の好みも分かってくると思うんで。すごいですね。まあ、そうそうそう。最初はまあコスト重視で言ったら安いのは使った方がいいんですけどね。いっぱいなくなっちゃうから最初はね。それだよりゴルフボール代もなくなっちゃうんで、下手すると本当に。まあ、そこはバランスよく、はい、コストパフォーマンスのいいボールを使ってあげるといいですね、はい、あんまりこう変なボールはないけど、それならアイアンマンです。そうそうそう、まあ、今日はでもそれでいきましょう。あそれですか、はい、一応もらったんです、なくなるまでは、ね、そうですね、そうそうそうっていう感じで、はい、ちょっとじゃあやってみましょう。お願いします。まず自分のあれですか、振り幅を知った方がいいんですか、素振りはもうこう、今から自分がどれくらいの感覚で振りたいの、膝もうちょっと曲げていいですか、そう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 、そう下半身はこう動かないで、できるだけね、普通にショットみたいにやっちゃうとこうやってひねっちゃうんで、はい、こういう回転はしないように、体のこのね上半身下半身の面はずっとこう変わらずに、肘とこう肩だけが動いていく、はい、ここから普通のショットっていうのはどっちかっていうと、はい、こう回転なんですよ、はい、右向いて左向いてって回転なんだけど、パターの場合はこういう上下動、こういう動き、あまり回転っていう動きは入らない。そうすることでストロークがまっすぐに行きやすい。はい。そう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 。
動いてる。うん、距離感はいいですね。いいですか。うん、前回より相当上手くなってるんじゃないですか。ありがとうございます。練習してるんですか。はい、パスはしてないです。でもちょっとよし、行きましょう。はい。